久保さん今回、天狗の花にしましょうか。天狗の花。天狗の花ってこの長いじゃないですか。な長いからお,おられますよね。だから、その、なんか、俺は社長だぜ、みたいな。まあ僕もね、ペイペイの社員からね、社長になった時はね、天狗の花になってましたね。俺社長だ。もう名刺社長、代表取締役、社長、みたいな。大取り、みたいな。もうついにここまで俺も来たか、みたいなね <laughs>。 お金がないのは、あの、小田裕二みたいな感じですね。ついに俺もここまで来たか、みたいな、なんか <laughs>。まあ、天狗の鼻にね、一時期なった時もあるんですけど、まあ、天狗の鼻ね、おられますね。おられる。よくない。<laughs> 結局。うん。だから僕が一番いいのが、鼻がない雑草っすね。雑草が一番いいんじゃないかなっていう。踏まれるっていう。雑草って、なんか、踏まれるポジショニングじゃないですか。踏まれるし、あの、鼻ないし、みたいな。だけど、あの、 踏まれるしあの雑草を刈られるんだけどまた生えてくるっていうね雑草魂っていうねだからずっと雑草でいいんじゃないかなっていう花,花を持つとねあの大変ですようんまあ常に謙虚まあ松下幸之助さんとかね謙虚であれみたいな話なんですけど、まあ、常に雑草であれみたいなね <laughs> 常に謙虚であれじゃなくて常に雑草であると。 なんか謙虚だとなんか、なんか優しい感じあるじゃないですか。雑草って強いイメージあるんですよ、僕は。踏まれてもまた入る。踏まれても生えるみたいな。うん。その、やさ、ビジネスっていうのは優しすぎてもダメなんで。うん、戦争ですからね。奪い合いなんで。お客さんの奪い合いだし、商品の売り合い、ライバルとの競争ですから。うん。 まあ雑ビジネスをやるんだったら雑草の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。